漫画、先駆け男塾の魅力を3つにまとめると、以下の通りです。常識を超えたぶっ飛んだ展開、男塾は、常識や道理を超越したぶっ飛んだ展開が魅力の漫画です。塾生の個性も強烈で、常識的な思考や行動を一切しないキャラクターも多く登場します。そのため、読者は常に驚きと笑いを誘われることになります。男気あふれる熱いストーリー、男塾は、男気あふれる熱いストーリーも魅力です。 熟成たちは、様々な試練や困難に立ち向かいながら、男としての成長を遂げていきます。その姿は、読者の心を熱く揺さぶります。個性豊かなキャラクター、男塾には、個性豊かなキャラクターが数多く登場します。主人公の江口久志をはじめ、個性的なキャラクターたちが織りなす人間ドラマも見どころの一つです。具体的な例を挙げると、以下のようなシーンやキャラクターが挙げられます。 塾長の江田島平八が、塾生たちに、男は黙って努力しろ。と叫ぶシーン。塾生たちが、過酷な訓練や試練に立ち向かうシーン。塾生たちが、友情や団結の力で困難を乗り越えるシーン。先駆け男塾は、1980年代に少年ジャンプで連載されていた漫画です。しかし、その魅力は現代でも色あせておらず、多くの読者を魅了し続けています。